こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はこちらのアンスリウムの管理方法についてお話ししたいと思います。まあ、こちら色がいろいろなアンスリウムが並んでいるんですけども、お花がですね、うまく育てていただくと、1月2月と楽しむことができます。で、管理のコツとしてはやはり明るいところに置いていただくっていうのと、あとですね、表面が乾いたらすぐに水をあげていただいてってことをやっていただくと、長く楽しむことができます。で、アンスリウムなんですが、花と言われている部分が実はこの白いとんがっているところなんですね。ここが花で、咲いてくる時がこう白く咲いてくるんですけど、こっち2色になってるんですが、この黄色い部分がまだつぼみで、白くなっているところが今咲いている状態です。でですね、咲いてくると、終わってくるとですね、だんだん色がこう老けてきて緑に変わってきますね。で、種ができるとちょっと今ボコボコしてるんですけど、このような感じになっていきます。で、これをずっと長くつけておくと種ができてしまって、株自体の力がどんどん弱ってくるので、このぐらいになったらですね、株の付け根から切り取ってしまって構いませんので、そしてどん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 力を残しておいてあげると、新しくつぼみもどんどん出てきます。ただその時になるべく明るい、レースのカーテン越しぐらいの明るいところに置いてあげないと、つぼみ出てきても光が当たらないと枯れちゃいますので、なるべくつぼみが光に当たるように管理していただくといいかなと思いますので、ぜひやってみてください。以上です。